エリーザベト・フォン・ルクセンブルクは、ルクセンブルク家の神聖ローマ皇帝及び、ボヘミアとハンガリーの王、ジギスムントと2番目のヒ・バルバラ・チェディスカの一人娘。チェコ5名アルジュベータ、ハンガリー5名エルジェーベト。ルクセンブルク家最後のルクセンブルク領主である、エリーザベト・フォン・ゲルリッツは重視にあたる。1422年に、ハプスブルク家のオーストリア皇、アルブレヒト5世と結婚した。 エリーザベトの同盟のおばは、夫の祖父アルブレヒト3世の最初の日であったが、子供を設けることなく創生していた。1437年に死去した父、ジギスムントには、男子の継承者がおらず、娘婿であるアルブレヒトが、翌1438年に、ローマをアルブレヒト2世となり、ボヘミアとハンガリーの王位も継承した。しかし、アルブレヒトは、 皇帝としての体感を果たせないまま、翌1439年に死去した。エリーザベトは、翌1440年に、アルブレヒトの子、ラディスラウスを産んだが、2年後の1442年に、死去した。アルブレヒト2世とエリーザベトの間には他に二女がいた。長女アンナは、中林元炮白ビルヘルム3世と結婚した。ビルヘルム3世は、 妻の権利によって1457年から1469年まで名目上のルクセンブルク公となった。次女エリーザベトはポーランドオカジミエシュ4世と結婚した。その長男ブワディスワフはボヘミアとハンガリーの王になった。エリーザベト・フォン・ルクセンブルク。ありがとうございます。